はい、山田でございます。こんにちは。ちょっとね、 YouTube 見てくださってる方から質問が来たので、説明しておきます。免税指定の、まあ、立ち上げの費用ですね。これ音声で1回言ってるんですけど、探したんですけど数が多くてどこに あるか分かんなくなっちゃってて、自分でも、で僕の場合もデータ全部消していきますので、どんどんデータもないし、 YouTube 内のどこにあるかっていうのは分からないので、ちょっと説明しておきます。まあ、参考にしていただければよろしいですし、あんまり興味ないでしょ。なので本当に免税制やってみたいっていう方だけ聞いていただければと思いますけど、まあ、想像すれば分かるぐらいの金額なんですけどね。で、まあ、総額200万から250万ぐらいあればいいんじゃないかなと思うんですが、だいたい1部屋、何部屋でやるかなんですが、1部屋50万円ぐらい、です。敷金礼金で、まあ、30万円ぐらい、まあ、だから初期費用ですよね。部屋を借りる初期費用で30万円ぐらい、あと備品類、備品類というかその家具家電ですね。家具家電で20万円ぐらい。なので1部屋50万、僕の場合は、サロン2部屋と、事務所兼サロン、兼住居を1部屋、トータル3部屋でやりました。スタートしましたので50万円かける3で、150万、が、まあ、1部屋あたりの、まあ、それなりに作るお金だと思ってくださいな。で、それプラスいろいろなオイルとか、まあ、細かいもんですね、液体類とか、まあ、洗剤とかね、あと、タオルとかね、いろいろまあかかるんですよ。これがかからなきゃいいけどね、ボロボロのタオル、使い古したボロボロのタオルあるから譲りますけどね初期はでもそれでやってもいいかもしれない。うちでも何お風呂になった、使えるけどお客さんには出せねえなっていうタオルがもう山積みになってますから、それを、まあ、それでお客さん、新規のお客さんやんならダメか、なのでいまいちかもしれないけど、いっぱい余ってますからね、捨てりゃいいんだけどもったいねえなと思ってね、何かその再利用とか、そのどっかねタオル買えないような地域に送るとかしたいなと思ってるんですけど、そういうのいっぱいありますのでね、まあよろしければ、で、まあそういう備品類で30万ぐらいかな。あとホームページとかパソコンは持ってますよね。パソコンとか全部ね、持ってるものは使ったらいいです。車も持ってるなら使ったらいいけど、僕は車持ってなかった。その前東京住んでたので、なかったんですよね。ですので、その何店舗か車屋さん行って、であるお店に決めて、サービスが良さそうだったからね。でそこで一番安い車を買いました。それが30万円でした。30万円のボロボロのマーチ、を、まあ、当初乗ってましたな。一番安い、車でした。なので、それが30万でしょ。だからまあ、だから250万ぐらいあればねいいですけど、部屋2つでやるとか、あなたのもう住んでる地域でやるっていうことであれば、事務所兼住居を自分今の住んでる自宅にすればいいんだから2部屋だけで済むしね。そしたらまあ200万でお釣りが来るんじゃないでしょうか。そんなとこですな。あとだからホームページとか宣伝広告費、まあ集客の、これもね文章でも書いてるんですけどね、でも、まあお伝えしますよとね、セラピストさん集めるための宣伝、の費用とか、まあ YouTube とかやったらいいですけど、 YouTube よりは何なんだろうね、何がいいかな。でもそれもねちょっとノウハウがあるんですけど、またお教えしますよ長くなるからね、そればっかりであんまり面白いあれ なくなっちゃうので、セラピストさん集めの一番初期が一番大事ですから、そこのコツを、まあもう古いかもしれないけど、ね、5年前だからね、お教えします。ですな。なのでまあ200万から250万あればよろしいんじゃないでしょうかで僕はまるまる借金でやりましたけれども、持ってたらねいいし、それ投資すればいいし、借金でやって回収できると思うけど、場所選びとか間違ったらもう回収できないかもしれないので、場所選びが一番大事ですよね。なのでもうライバルが多いとこではもうやるべきではないっすな。
うん、ライバルが多いところではやるべきではない。場所はとにかく、あ、これ言ったことないね、ちゃんと言いましょうか。ベスト、あ、もうないんだけど、ないんですけど、ベストは、県庁所在地じゃん。で、あ、まあ、まずライバルがいない。いない県庁所在地ないんですよ。なので、もう、それは、無理なんですけど、県庁所在地、で、まあ、40万人都市ぐらいが、まあ、理想ですよね。まあ、30万人ぐらいでもいいですけど、ギリ。宇都宮は50万人都市でしょ。うん、で、ライバルがいなくて、なおかつ県庁所在地で、新幹線が止まる駅、な感じで探したらいいですよね。新幹線が止まるっていうのも大事だし、そのビジネス客が、ビジネスのお客様が、出張とか、その何か工場が近くにあって、そこに拠点になってるような新幹線の止まる駅とかね、いうところが、まあ、ベストになっていきます。で、やっぱり県庁所在地って言ったら、県庁もあったり、市役所もあったりとか、するし、そういう、やっぱり、流入、人口というか、他県も含めて、出張とか、いろんなところでの流入が考えられるようなところを考えたらいいですよね。で、人口がまあ、今もうね、あるからしょうがないけど、まあ、30万人ぐらいは必要じゃないですか。ベストは、40、50万人だけど、ライバルがいるからね。だから、40万人ぐらいで考えて、ライバルがいないくはないんだけど、しょぼい、メンズエステがあるようなところ、真面目にやって、しょぼいというのは、真面目にやってそうじゃないっていう意味ですね。バカにしてる意味じゃなくて、真面目にやってるオーナーさん、または店長さんがいないというか、やってなさそうな、ただあるだけみたいなメンズエステが1個2個あるぐらいの地域だったら十分勝負になりますね。今もうないからないですから、そのライバルが1店舗もないっていうパターンがないので、今の条件でね、そしたら、しょぼいしょぼいって言ったら言い方悪いな、店長さんとかオーナーさんが真面目にやってなさそうなのもホームページとか見たらわかるじゃないですか、動きって。だからあなたの近所の、あなたの一番近い都市がね、地方都市で、そういうような状況であったらチャンスですよね。自宅でできるから、自宅を拠点にできるからね。でも場所にこだわらない方がいいと思います。やっぱりビジネスだから、そのなんていうのかな、場所選び大事じゃないですか、どんな仕事でも ね。ライバルが多いとこ自宅のそばだからってポンと出してもお客さん来ないわけです。分散しちゃうだけだからね、来ないってことはないけどね。だからその辺は考えたらよろしいかと思います。で、東京とか大阪とかも激戦区はもうね、個人が太刀打ちできないから、それはもう僕はできないし、僕はやらないし、できないし、そんな能力ないし、何か人脈があるとかね、すでに何人かセラピストが抱えられるとか、もうすでにいるとか、そういうことでない限り物件が、抑えられると、まあでも無理だな、東京大阪名古屋、そういう政令指定都市っていうのかな、100万人以上の都市とか、それに近い都市でライバルがいっぱいいるからね、そんなところでは勝負しない方が僕はいいと思ってます。それよりも、自分一人身一つでね、地方都市に出て、で地盤を固めるというか、それの方が成功確率はもう全然高いから、それは間違いないですね。東京に住んでらっしゃる方も聞いてるかもしれないですけど、もういいじゃん、自分一人なんてどこでやってもさ意外と楽しいですよ、地方。新鮮だしね、やろうとしてるぐらいの方だから、そういう新鮮なとこに行くとかっていうドキドキすることとか好きなわけでしょ、おそらく。わかんないですけど、だから地元にこだわることはないっすな。僕横浜でもやりきらないもん、そんな。横浜も大きい都市だし、そんなライバルがもう23もっとか100、200あるようなとこで やれない。ですね。だから偉そうなこと言ってますけど、僕が東京とかで激戦区でやってたらもうすでに沈没してますからね、間違いなく。なんで地方都市だからね、一生懸命やれば成り立つっていうことですから。でも探せばあると思うし、日本海側とかね、
いいかもしれないですよ。あの、うん、わかんないけど、適当なこと言いましたけど。うん、だから穴場が必ずあるからね。だからあの、県庁所在地じゃなくても、2,30万、3,40万の都市も あるじゃないですか。あとそのビジネス、会社がなんか集まってるようなエリアってあるじゃないですか。あの大きい県庁所在地があるけど、それに対抗するぐらいの規模の町ってあるじゃないですか。例えば福島であれば、わかんないですよ、福島であれば福島市とかもあるけど、郡山市っていう大きいところがあるし、長野であれば長野市と松本市とかね、そういうような感じでちょっと考えてみてもよろしいかと思います。なので、まあ、まとめますと、だいたい200万円ぐらいあれば、部屋の数にもよるしね、あの十分勝負ができるし、僕は1年未満で回収できましたけどね。ただ今現状は違うから、それは信じないでね。まあビジネスだからね、命がけでやればそんな、要はね、やっぱオーナーさんとか店長さんがどれだけ命をかけてるかだと思うんですよね。命をかければそれなりになるんですよ。だからその200万なら200万投資した金額を回収しなきゃいけないじゃないですか、やっぱりね。そしたらやっぱりそれだけ本気でやるだろうし、そしたら知恵が出るだろうしね、努力するだろうし、そういうことでやったら回収できると思うけれども、状況は僕の時と変わってると思うのでね、強いライバル、真剣に一生懸命やってるライバル店ももちろん5年前と比べたら多いわけですから、それはちょっと状況は違うと僕は思っております。ただ勝負にならないことはないですね。僕まだモチベーション強く、もう一テンポやってやるっていうのがあれば、あの時のモチベーションがあればできると思うけどね、やり方は分かってるわけだから。ただ、そのなんていうのかな、強いモチベーションがないかな、新たにやるにはね。だって疲れるんだもん、大変なんだもん。でも人間一人がさ、命がけでやるっていうことでできることですからね。あなたピュアなね、これからやってやろうっていうやつ、方であれば、十分それは、勝負できる。今まで温存してたような方がいいですね。サラリーマンとか、ね、健康的な生活を送ってきた方なんかがもう充電されてるじゃん、規則的な生活とかでね。でもう授業やられてる方とかも、気張る時は寝る時間なんかないじゃないですか。なのでそういう方がまた同じようなのっていうのは結構大変だと思うけど、でも頭いい人は任せたりできるからね、資金力があったり。でも僕がお伝えしたいのは、任せたりとかお金だけ出すとかじゃなくて、自分で、なんとか、一個作ってみたいんだっていうね、奮い立たせて一人でやっていくようなパワーがある方にお教えしたいので、そういう方は、まあ、できると思うし、飯も食えるし、200万ぐらい、まあ、回収できるんじゃないですか。ただ場所選び失敗すると回収できないかもしれない。でもやり方ありますからね、地方都市のやり方があるので、ぜひやってみていただければと思います。失礼します。